立木県前明治42年12月24日は、日本の政治家。旧姓、杉浦、林。聖四位。淡路国津軍、郡、谷村の村医者の子、杉浦七郎として生まれる。徳島藩氏族。相元にあった徳島藩筆頭家老いな大への学問書疫習慣で学び、天中組の変などに関わるなど、勤労の志士として、頭角を表す。 明治2年、明治政府に出資し、若松県知事、若松県県知事、福島県県知事となる。明治3年、岩倉智美の内名により、交互事編調停のため、岩花県県知事、小室明と共に、徳島に滞在するが、不調に終わり、帰郷する。明治4年2月20日、中野総道鎮圧後の中野県に、県知事として赴任し、長野町に、 全光寺取締章を設置。県庁の長野移転を政府に上申し、同年6月22日、大上官布告を受け、7月25日に移転。同年長野県御令となる。明治6年、筑前竹やり、七月後の福岡県令に移動。明治8年、四等判事に任じられ、東京上等裁判所に勤務し、翌年横浜裁判所長となり、 農民騒動松地事件などを扱う、西南戦争に従軍。明治12年に面貫し、民権派の法律事務所、北支社を経営、松地事件で農民側を勝訴にしたことで、農民らの信頼厚く、我国有名の国士と期待され農民側の代言人を務めた。明治18年東京府御用係を経て、京都収集事件のあった小笠原の出張所所長となり、 明治19年に小笠原党長の初代島氏に就任。島では国外退去を拒否して移送されてきた金玉金の監視などを行った。後元老院議官、貴族院議員を歴任し、退官後は石上神宮や松尾神社の宮司を務めた。ありがとうございます。